小学生の皆さん、憧れのキャラチョコを作ってみませんか？お気に入りのイラストが特別な日を彩るチョコレートプレートに変身します。今日は絵画や公民館オンライン講座第4弾、小学生向け講座、トントンの町前橋のキャラクターコロトンを使ってキャラチョコの作り方を学びます。講師の先生は地元西片貝町4丁目にあります誰でもキッチン副代表の神沢郁美さんです。神沢先生はこちらのお店で日替わりシェフを務める傍ら、子ども向けのイベントでお菓子作りを教えていらっしゃいます。では先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。西片貝にあります誰でもキッチンの神沢です。今日はコロトンのチョコレートプレートを作りたいと思います。それでは材料の紹介をいたします。まずチョコレート、白と黒2色ご用意ください。それから100均などで売っているオレンジ色のチョコペンを1本ご用意ください。あとこちらですね、透明なビニールの OPP シートというものなんですが、こちらを数枚ご用意いただいて、こういったチョコレートの絞り袋を作っていきます。この際に必要なのがセロテープとハサミになります。材料は以上です。それではチョコレートの絞り袋の作り方を紹介します。まずですね、1枚に裂いていただいて、ちょっと小さめに切っていただきます。こちらをですね、手にこう巻きつけるような感じで三角の円錐型にしていきます。この時先っぽがなるべく小さくなるように手でこのようにずらしながら押さえます。で、ここをセロテープで留めていきますね。はい、これで出来上がりです。次にこちらコロトンの花色の部分のチョコレートの作り方をお伝えします。まずこのオレンジ色のチョコペン、上の部分をハサミで切ってください。で、電子レンジにかけていただいて柔らかく溶けるまで30秒ぐらいレンジにかけてください。そうしましたら白いチョコレートとオレンジ色を合わせて肌色にしていきます。感じですね。2色を混ぜ合わせて肌色になるように調整していきます。ではできた2色合わせてできた肌色のチョコレートを絞り袋に詰めていきます。はい、ではこのチョコレートですね、黒のチョコレートの先っぽをちょこっとだけ切っていきます。1ミリぐらいです。で、このまま描いていきます。それでは線を描いていきます。黒いところに沿って丸く柔らかいのでちょっと難しいんですが、こんな感じで丸く描きます。
ヘッド。ペンも書いていきます。こんな感じです。次に色を入れていきます。まずほっぺの輝きの部分ですね。こんな感じです。次にオレンジの濃い方でほっぺとお鼻と手の先を塗っていきます。チョコがある程度固まっていれば上から塗ってしまって全然大丈夫です。次は、本体の部分をコロトンの肌色の薄い方で塗っていきます。こんな感じですね。最後は、白で残った白ですね。この周りの縁取りをします、尻尾の部分とかがあるのでこのままですと尻尾だけ取れてしまうんですよ。なのでこの上から白で塗っていきますね。白を入れることで、コロトンの絵も引き立ちます。こんな感じですね。できましたらこちらをですね、冷蔵庫か冷凍庫に5分から10分ほど入れて冷やし固めます。冷蔵庫で5分ほど冷やし固めましたのでこちらで完成です。まだどんな感じになっているかわからないのですが、これをですねひっくり返してみたいと思います。夏は溶けやすいので気をつけてくださいね。こんな感じですね。で、そーっと剥がしていきます。はい、コロトンの完成です。先生ありがとうございました。今日はキャラチョコ作りについて学びました。ケーキの上に飾ると華やかになりますね。皆さん、ぜひ
特別な日をキャラチョコで飾ってみてくださいね。これでキャラチョコ作りの動画講座を終わります。ではまた。